よかった。あ、大根かけるとトキシ。ママ。パパです。イエーイ。今日は家族でお出かけ。今日はですね、天気もすごくいいので、家族みんなでちょっとお出かけをしよう。ドライブか。ドライブをしつつお出かけをしようということで、ただいま、ただいまですね、和歌山の方に向かっております。ちょっと待って、テンション暗めなんですけど、もう一回行くよ。今ただいまドライブで和歌山に向かっております。あれどうしたん？イエイ、イエイですね。和歌山といえば、なしちゃん、みかん。みかん、そうね、みかんね。どっちゃん？海。そうね。パパ。山。いや、海といえば山みたいな簡単な感じできましたね。そうね。あとは桃とか梅干しとか、和歌山たくさん自然と美味しいご飯といろいろあるので、そっちに行ってね、なんかいいものがあればちょっと寄って食べて遊んでできたらなと思っております。一応、目指すはカフェですね、はい、カフェに行って時間があれば道の駅なんかも寄っちゃったりなんかしちゃったりしたいなと思っております。はい、では行きますよ。さあやっていきます。はい、美味しそう。シチューです。こっちはチキン南蛮定食プレートだ。プレート美味しそうですね。これバーガーですね。美味しそう。これオレンジジュースです。やっと来た。めっちゃ嬉しい。めっちゃうまそう。はい、すごい美味しそうなご飯がたくさんあるので、今からね食べていきたいと思います。で、またちょっとね食べていきましょうか。はい、じゃあ手を合わせてください。いただきます。で、このまま。はい。そう。ママ大根が選んだのはこれはチキン南蛮プレートです。はい、食べますか。食べます。めちゃくちゃ美味しそうやん、このチキン南蛮。非常に美味しそうです。食べていってください。ヤスちゃんは唐揚げサンドです。唐揚げサンドでオレンジジュース、めっちゃうまそう。これね、和歌山のオレンジ 100% なんだって。はい、で次、ヨシちゃんがハンバーガー。何のハンバーガー？バーベキューハンバーガーやったっけ？ BBQ ハンバーガーです。チーズついて。じゃあ食べよう。はい、食べてきます。ちなみにパパがビーフシチューです。じゃあママからいきますか。はい、いきますよ。はい、あ、サクサク、超うまそう。うん、この卵のソースがめっちゃうまそう。うん、皆さんどうですか、食べてくださいね。どうしたらどうですか。今からハンバーガー食べます。あ、口に入るかな、これ。あとでか。うん、めっちゃ美味しい。ジューシー。うん、あ、マスタードがソースいっぱいで美味しいです。ナシちゃんはどうですか。美味しい。美味しかった。景色見てほしい。見て、
ちゃ綺麗。私、柄の景色撮って、この後ろから。この景色を見ながら私が食べてます。見て、これを見て、これこれ、ほら、美味しそう。美味しそう。あっちは和歌山市内です。はい。なんかね、すごいね、このスペースめっちゃいい感じ。空調効いてて。そう。めっちゃ涼しい。そう、暖房効いてます。さあ、食べていきます。うん、めっちゃとろける、めっちゃ美味しい。何ですか？これビーフシチューです。何牛？熊野牛。熊野牛、和歌山県の熊野市、熊野町。すごい景色がいいのでよ。いいのでよ。何それ？これはあっちゃんに和歌山市内なんとか村がある。なんだっけ、ポルトヨーロッパ村だっけ？違う、ポルトヨーロッパ村っていうの、ポルトヨーロッパっていうところがあるんでしょ。ヨーロッパが海南市やね。トレトレ市場とかがここからよく見えます。で、あっちにもね、海が全部トレトレ市場やったっけ。黒門市場じゃない？あ、黒門市場黒門市場が見える。トレトレは白浜だね。で、ずっとね、景色がずっと見えるんで、どこのトレーラーハウス。はい、こちらですね、和歌山県海南市にある道の駅サクアスさん、サクアスさんに来ましたよ。ドシちゃん、ナシちゃん、イエイイエイ。何を買いに来たのか、何があるか楽しみですね。イエイイエイ。何があるのかな、楽しみ。これ、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 マリヒメヒルズ、これ何よ。おいしそう、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 おいしそう。これ探す、行くぞ。行くぜ。あるよ、サバ海鮮丼みたいな。みんな見に行くの。うわお、うわお。完全に売り切れやって。全部じゃないけど。うん。サーモンいくらでもあるよ。本当美味しそうだね。もうあれ食べるよ。すごいね、このお得なお刺身定食。みんなほら、お刺身定食やばいな。シラスが、ちょっと他も見てみる。何から食べようかな。どうしたってたハマチバター食べよう。出た、ハマチ。うわぁ、おいしそう。ハマチです。ハマチ、おいしそう、プリプリしてる。プリプリです。うまい。え、プリプリ、おいしい。じゃあ次、待ってます。ドシちゃんが。はい、ドシちゃんはサーモンイクラ丼。おぉ、豪華。これお醤油かかってんの？お醤油ここになります。本当だ、はい、これをかけるんじゃない？かける？それはもう好きなように。うん、ご自由に、ご自由に。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、いただきます。はいいただきます。もう一回で
もう家に、はい、これもう今年の流行語大賞に家に家に大きい、大きい、やばいやばい、すごいです、すごいサーモンと追ってその大きさやろ、追ってその大きさだって、追ったら追ってるのが普通っぽいな、うわ すげえ長い、いいのベロより長い、うまっ、トロトロ、トロ、油エグ、おいしい、おいしい、いいな、やばいですこれ、やばい、すごいね、うまい、すごいな、おいしそう、はい、リアちゃん食べますか、なしちゃん食べますよ、どうぞ、いくら食べよ、はい、いくらもうちょっと前に食べないと落としちゃう、ブチブチ、うん、でそのサーモンも食べて、ビーティンサーモン、はい、うん、どうですか、おいしい、トロトロでしょ、うん、サーモンがトロトロで、うん、いくら食べた瞬間ちょっととろけてプチプチ、プチプチなんで、おいしい、いいね、ご飯も食べる、ご飯も食べる、うん、おいしい、ご飯もおいしい、じゃあゆっくり食べていこう、うん、はい、出ました。ママのいちごパフェでございます。いちりーん。おいしそう。いちごがちょっと上に乗ってるの。おいしそうでしょ？うん。いちごやば。他にもいちご、上にもいちご。一番上にもいちごや。食べます。いちごいちごいちごや。食べていきます。おいしい、これからみんな食べる派、うん、これは食べる派やな、ひでくんは最初にチョコがあったら食べる、うん、おいしい、このチョコおいしかった、うーん、甘いちご、いちごやな、一番いちご食べます、頑張って、あの緑の葉っぱを食べずに食べれるか、食べますよ、はい、うまい、うーん、おいしい、おいしいですか、めっちゃおいしいよ、いちご、ちりりりめっちゃ美味しい、みんな聞いて、中にアイス入ってる、アイス、すげえ、美味しそう、美味しい、美味しい、いちごとアイスが合体してる、うん、うん、美味しすぎる、うん、でですよ、ここで皆さんにお知らせ、クリームの甘さといちごの甘さが合体して美味しいわ、食べちゃった、何それ、カレーパン、カレーパンがちょっと形が面白かったので買ってみました、お見せしましょう、こちらのカレーパン、おー、何これ、面白いでしょ、うん、面白いの、形、じゃあ食べてみます、あ、すごいもちもちする、美味しい、うわ、もちもちふわ、うん、え、美味しい、
美味しいカレーやばい。おー美味しそう。なんかちょっと映させてもらっていいですか。おーすごい、なんかいっぱい入ってトロトロやね。めっちゃ美味しい。あそこにあの回すためね。うん、もちもちやろ。うん、もちもち。カレーのちょっとカレーの、うん、カレーの美味しさがマッチしてるな。パフェ食べてカレーパン食べてパフェ食べてカレーパンということで次はパフェいきます。どんなの。美味しい、甘いの辛い、うん、パフェ美味しいですか。甘いの辛いの甘いのって感じです。いや、両方味で甘いのと辛いの両方ね。ということで食べていきます。バイ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 。見て、中にイチゴのジェラートがね、ほら、入っているよ、それは。うわ、こっちに入れる。こっちに入れる。おいしい。で、もう一回、イチゴのジェラートを、こっちに入れる。で、もう一回。もうお腹冷たなる。あ、お前と。ありがとうございます。すごい、こんなに。干し芋や。日本一のみかんと柿の葉の蜜をミツバチが奇跡に飲んでみた塩奇跡バームだって。すごい美味しそう、美味しそう、手の出せそうな名前やね。うん、食べたい。サクアース。はい、エンディングでございます。パパイエイは？え、運転中です。イエイはイエイはイエイだろ。運転中、イエイ運転中って言えてる。ということで、うん、和歌山堪能してまいりました。イエーイ。どうでした？楽しかった。楽しかったね。お腹いっぱいです。いっぱい食べた。めっちゃええ天気やったな。ええ天気やったし、あの暑くもなく寒くもなくやったんじゃない？景色めっちゃ綺麗やったし。めっちゃ綺麗かったね、景色。あとカフェの上めっちゃすごかった。すごかった。すごかった。サーフォンめっちゃ美味しかった。美味しかった。サーフォン、いつの。ちょっと待って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 。どうしちゃう？あの話が全部ぐっちゃになってるから、まずカフェの話からしようよ。カフェの話。カフェどうだった？え、ハンバーガー美味しかった。ハンバーガー美味しかった。ママの、あの、ナンバーもサクサクだったよ、お肉が。衣ね、サクサク美味しかったし、景色もめっちゃ綺麗かったね。で、トシちゃんのあのハンバーガーはどうやった？パンが、うん、なんか、なんて言ったらいいかな、柔らかすぎず、でもなんかちょっと落ちぼちなの。サクッとしてて、ちょっとサクッとしてて、うん、ベーグルみたいな。中はそう、すごく美味しかった。じゃあ、ナシちゃん食べたパンと一緒じゃない？一緒やと思うね。で、美味しかった？そう、バーベキューバーガー食べたんですけど、ソースが、まあ、ちょっと辛いの、まあ、ママぐらい苦手な人は、無理
ないかもしれないですけど、うん、普通に食べれるって人だったらちょっとちょうどいいぐらいの感じ、スパイシー、スパイシーな、マスタードとかめっちゃ効いてて美味しかった。パパはさ、シチューはめっちゃうまかったよ。美味しかった、柔らかいし。パパ食べればよかったし。なしちゃんが食べた唐揚げは、なしちゃんが食べた唐揚げ美味しかった。美味しかったね。まあなしちゃんがちょっと食べて美味しかった。で、その後、そのまま三つの駅行ったね。うん、行った。まだそこでもまたうちらは食べましたよ。いっぱいね、食べた食べた食べた。パパのお刺身定食すごかったね。すごかった、美味しかった。エビもらったけど超美味しかった。プリ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 よかった。プリよかった。で、おしなすのサーモン、イクラ丼のサーモン、トロトロトロ。しかもめっちゃ大きいサーモン。どうやった？美味しかった。めっちゃトロトロ。美味しかった。美味しかったね。イクラもめっちゃね、贅沢で、つぶつぶしてて、つぶつぶ。で、なんかいっぱい乗ってて、これあのシソにな。いっぱいいくら置いてな、うん、そこに置いてな、うん、豪快に食べたいんだよな、うん、めっちゃ美味しかった。どんだけ味噌汁もね、美味しかった。味噌汁美味しかった、美味しかった、ね、うん、あとカレーパン、カレーパン、ママのいちごパフェとカレーパンが超美味しかった。美味しすぎました。いや、あのカレーパンもっちもっちもち、気持ち美味しかった。今美味しかったの、おじちゃん。もちろん美味しかったけど、あのパフェも美味しかった。パフェめっちゃボリューム満点よ。そう、あれめっちゃ美味しかった。あれでもハーフやねん。あの普通のパフェがもう売り切れてなくて、ハーフしかなかったけど、ハーフで大満足でございます。あ、そうだね、いいよ。ぜひともみんな行ってほしい。はい、行ってほしいね。うん、ということで、和歌山すごい今日は楽しかったんですな。はい、じゃあ、帰り時にすっごいママ早く閉めたがってるやん。まだママいっぱい喋りたい。あのね、和歌山もういいよ、じゃあもう閉めよう。どっちですか、どっちですか。いや、今回は和歌山楽しかったけど、和歌山まだまだたくさんいっぱい楽しいところあるから、はい、また行こうよ、和歌山。うん、はい、他にもね、いっぱいあるからね。あるある。まずちょっと散策していきましょう。はい、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしましょうかね。はい、はい、じゃあこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価、拡散とコメントよろしくお願いします。今日はこの辺です。